柔道の鈴木圭です。本日メインの試合ということで、私の柔道のバックボーンで投げて決めれるように やれれば一番いいと思います。お願いします。 CACC、キャッチアズキャッチキャンをやっています、戸津龍介と言います。本日は CACC で学んだことを、練習したことをしっかり出せるように頑張ります。よろしくお願いします。さあ、こちら第59試合上段突きあり実践ルール、鈴木圭選手 vs 戸津龍介選手の試合です。はい、メインイベントですね。戸津選手の髪型良かったですね。いいですね。キャラがね、いいですよね。ただこの脱いだら本当にね、すごいんですよね、戸津選手は。レスリング、そしてその源流である CACC、 キャッチアズキャッチキャンをね、学んでますね。そしてこの鈴木圭選手も柔道の猛者ですね。すごい、これはすごいですね。これは菊野さん無理ですよね。首すげえ。トツ選手首強いっすね。すげえな。下手したら折れますよね。良い子はね、真似しないでほしいんですけど。絶対ダメ。これはただ楽しみなメインイベントです。すごいわ。ただこれがトツ選手の可愛さでもあるんですよね、このヘッドギアの。なかなか入らないよね。ああいうのはね、やっぱ判定に響きますよね。そうですよね。たくさんはハート掴まれますよ。さあ、柔道対 CACC、 さあどういう展開になるのか、さあ楽しみです。さあ始まりました。お、戸津選手が前に行く。さあ、鈴木選手も距離を取りながら、戸津選手はこれタックルに行きたいですかね。そうですよね。まあ、とはいえ鈴木選手もね、組み技得意なんでね。おお、これはこれは胴体ですかね。胴体2人同時に、どっちが優勢っていうこともなく落ちたんでね。さあ、この夢のカードが実現しました。レスリング対柔道っていうのはね、そうですよね。お、今タックルに行ったところ、鈴木選手が、おっ、でも引き込んだ、自分から引き込んだ。さあ、突然、お、下から鈴木選手、腕十字、三角を狙ってますね。突然選手、おっ、トラップを取りますね。お、ポイント取りましたね、1ポイント。1ポイント。お、サイドポジションに、お、下になってね、距離を作っちゃうともう危険ですかね。はい、かといって組みつくと、あの噛みつかれたりするので、はい、お、持ち上げて、お、そうか、このまま出した。おお、戸津選手力持ちです。2ポイントですね。はい、あ、決着ですね。これで決着。お、勝者 CACC、 戸津龍介選手です。鈴木選手もいいメインイベントを見せてくださいました。ナイスファイトでした。ナイスファイトですね。いや、いいですね。いや、素晴らしい試合でした。